この白い物体はエアロゲル。非常に軽く、かざすと向こう側が透けて見える。その外見から固体の雲とも呼ばれている。この独特な質感はエアロゲルの構造によるものである。エアロゲルは細かい粒子がボコボコと結合してできている。そのため実はこの中には小さな穴が無数に開いているのだ。このような構造を多孔性という。この構造によりエアロゲルはある特性を持つ。それを実験を通して見てみよう。エアロゲルを網に乗せ、炎で熱すると何も起こらない。さらにこの上に燃えやすい枯れ葉を乗せるとどうなるだろうか。エアロゲルからはみ出した枯れ葉の両端は少しずつ焦げているが、エアロゲルの上にある部分には影響が見られない。エアロゲルのない場合と比べるとその違いは明らかだ。エアロゲルには無数の穴が開いており、その中にはたくさんの空気が含まれている。実は空気には熱を伝えづらいという性質がある。そのためエアロゲルは高い断熱性を持つのである。温度を可視化するサーモカメラで見てみると、エアロゲルがランプの熱を防いでいる様子が見えてくる。この断熱性はエアロゲルを粉末状にしても失われない。バーナーにフライパンを乗せ、よく熱する。そこに水滴を落とすと、もちろんあっという間に蒸発してしまう。次にエアロゲル粉末の上に水滴を落とし、エアロゲルをまとった水滴を作ってみた。この水滴を落とすと、蒸発しない。水滴の表面にできた薄いエアロゲルの膜が熱を防いでいるのだ。フライパンを傾けるとコロコロと転がる。ごくわずかなエアロゲルでもこのように高い断熱性を発揮する。未来の科学者たちへ。ニムス。